バリーナ、そういうわけにもいかねえんだよ。行くぞ。クロマントのリンネガンか。我らより逃げおおせると思うなよ。おざけ加藤主が。ボルト、どうしてここに。いろいろあってな。ま、忍者になったってことさ。まるで自分の影分身を見てるみてえだ。チッタ、かっこよく見えっかな。俺、少しは前の俺を見ててくれたんだ。お前たちは、里のみんなを守るためとはいえ、家族をほったらかしにして。やっぱり俺、父ちゃんのこと何も知らねえんだよな。本当は知りたかったんだ。でも今は知りたいんだ。今まで通りでいいってばさ。時間ある時は説教じゃなくて、父ちゃんの昔の話を聞かせてくれよ。長えぞ父ちゃんの話は。よ、そろそろ行かねえとな。行くってばよ。ああ、やってやるってばさ。図体の割に素早いんですね。どうがガラキだ。そっちもね。おのれ小作だ。しどり任せな。あんたもう一人の方を。遅れたってばよ。あいつに忍術はダメだってばさ。そしてそれを放出できる。いや、それらの弾はあくまで使い切りの消耗品だ。観念するんだな。そいつはお前の子か、狐よ。なるほど、なかなかに面白い運命を背負っているようだ。見せてやろう、我が一族のやり方を。桃式様、私のチャクラも食らう時が来たようです。当然だ。まずい。もう遅い。キツネ、次はお前だ。お前、仲間を食っちまった。外道が。力の伝達、それが我が一族の掟だ。終わらせようではないか。神に抗う死ね者どもよ。早い。次はお前だ、キツネ。ボルト、ここか。ほう。なるほどな。ただの化け物ってとこだな。抜かせ。化け物はお互い様だ。面白くなってきたな。一丁、教えてやろうぜ、サスケ。ああ、来い。おのれ。
るぞ。お佐野の力を貸す。やれ。なるほど、そいつはいいや。すげえ。やったのか。いや、まだ終わってねえ。このカラクニングの力をちゃんとカメラに収めろよ。バカよせ、片付けろっちゃん。そいつはダメだ。それは我らの胆のようなものだ。だが感謝するぞ、愚か者ども。チカナルの鍵縛り、チクショー、やべえな、こりゃ。わかった、死ね。くそ、どうしたら。ボルト、俺ができると言っている。その言葉を信じろ。サスケさんは、俺を信じてくれた。やるしかねえってばさ。いけ！貴様ら全員行くところは同じ。ボルト、お前、いつの間に。消える螺旋岩としてな。消える螺旋岩だって生意気な野郎だ。そんなことで大筒木桃式、見えない術は自分のものにできないようだな。見えないがどうした。まだターンを隠し持っていたのか。ボルト、螺旋岩は俺の力じゃとても。大丈夫だ。これが父ちゃんのこの重み。負ける気がしねえ。分かっているだろうが、チャンスは一度きりだ。行くぞ。隙の動きで。あと任せたぞ、ボルト。こしゃくな。だが残念だったな。そいつはどうかな。俺はここだ。今のは危なかったぞ。やだぜ。こんなことで我は大筒木桃式だぞ。まさか。
あれか。我の存在を感じるか、人の子よ。なんだ。なるほど、貴様大筒木の力を強く受け継いでいるな。己自身の運命を見通すことはかなわぬ。心せよ、その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。何をわけのわからねえことを。その運をしかと噛みしめて歩むがいい、人の子よ。あいつはまるでお前のようだ。そうか。だから言ったろう、うすらトンカチ、一緒にするな。こっちはまだ自分の足で立ってる。人の子か。ああそうだよ、俺は渦巻ナルトの息子、渦巻ボルトだ。